世界は宝物であふれている。あなたの宝物は何ですか？宝物の数え方、教えてください。私は誕生日にたくさんプレゼントをもらいましたけど、一番大切にしているプレゼントは2歳の誕生日のプレゼントです。お父さんからもらいました。いつでもどこでもこのネックレスをして寂しくことはないです。ですから私はずっとこのネックレスをしています。ネックレス1本。僕の宝物はこのポケモンカードです。去年からハマっていて集めています。この1箱60枚入っています。今から何枚やるか数えてみます。60枚、120枚、180枚、240枚、300枚、360枚、420枚、421枚、422枚、423枚、424枚、425枚、426枚、427枚、428枚、429枚、430枚、431枚、432枚、うん、やっと数え終わりました。僕の宝物はこのポケモンカード783枚です。こんにちは。私の名前はアニャです。アメリカでカリフォルニア州に住んでいます。今日私の宝物を見せて紹介します。では始めます。まずは黒い猫はミミちゃんと言います。外で見つけた野良猫でした。とても怖くて遊び好きなでしたから引き取りしました。最初はすごく細かったけど、いっぱい食べましたので今健康そのものです。次、灰色と白の子は DJ と言います。この子の方はミミちゃんに比べて優しいです。家の中で生まれてあまり外に出かけることがありません。両方の子猫ちゃんはいたずら好きです。時々ちょっと困りますが、うちの家族に大切です。大好きです。今日見ていただいてありがとうございました。今度また楽しみにしてください。
しい時。悲しい時。何も感じない。いやダメダメダメ。わかる時。私の宝物は来た一本。今まで美しく暖かいところいっぱい行ってきました。でも一番暖かいところは一箇所です。それは我が家です。